ラーメン発祥の地福岡県久留米市、西鉄久留米駅から徒歩15分、繁盛店が軒を連ねる日吉町の一角でも群を抜いて人気の店が満州屋が一番。これも美味しくですね。ここはやっぱり一番だと思う。最高ですわ。その最高の豚骨ラーメンがこちら、満一継承麺。豚骨独特の白濁スープに背脂とミンチが溶け込み、濃厚ながらも後味はすっきりとした一杯。はい、どうぞいらっしゃいませ。ようこそいらっしゃいませ。豚骨の革命児は自分のラーメンが一番と信じている田中実さん29歳。やるからにはやっぱりね、やっぱ男になりたかったし。豚骨の革命児田中さんが男を挙げるまでに物語がありました。満州屋が一番の前身は昭和28年、田中さんの祖父平三郎さんが始めた餃子屋台満州屋。満州帰りの平三郎さんの焼き餃子は巷で評判を集めます。そして2代目が店を構えラーメンを出します。田中さんの父明さんでした。この時父明さんがこだわったのが久留米独特の技法呼び戻し。決して寸胴を空にすることなく火を絶やさず、その日使った分だけ新しいスープを足し味を整えます。満州屋はいつしか行列の店になりました。知らぬ者がいないほどの有名店となりました。そして親の背を見て子は育つもの。しかし三代目はラーメンが嫌いだったのです。下にお店の下上に住んでましたから、結構匂いがついたりしたらやっぱ、ね、寝たくなかったですよね、小さい頃ずっと。あ、僕は大人になったら正直に言って普通の生活はしたいなってずっと思ってましたよ。そんな田中家に突然の出来事、父明さんが亡くなったのです。突然大黒柱を失った満州屋。しかし簡単に店を閉めるわけにはいきません。生活のために、子供のために。営業を続けたのは母邦子さんでした。頑張らなきゃ、どんなに辛くても悲しくても。それでも母親を尻目に田中さんは、でもやっぱ僕は僕の人生を歩みたかったんですよ、どうしても。田中さんは久留米を飛び出し、福岡市内でラーメン屋以外の仕事を転々としました。まあ母ちゃんには悪いなっては思うんですけど、なんかやっぱ帰れない自分もあったし。そんなある日、突然母邦子さんから電話が。店を閉めると言われました。一人で働く小さな母の姿が頭をよぎりました。その時に初めてなんか親父っていうのの偉大さっていうかと、母ちゃんもなんかあの二人がいたからこそ僕がいるんだなって、じゃあ俺が助けてやろうっていうか俺がやってやろうと思いましたね。田中さんは新たな決意を胸に店に立ちました。やるからには一番になってやろうと、店名を満州屋から満州屋が一番に改名。そして自分の味を精一杯追い求め続けました。こうして生まれたのが満一継承麺。祖父が残してくれた餃子はゆで餃子に、父の残してくれた呼び戻しスープは新たに背脂とミンチを加えることによって、親、子、孫、三代にわたって築かれた味が一つになりました。亡き二人も喜んでいることでしょう。そして三代目は丼中央にある満州屋が一番の文字を正面にしてお客さんに出し、愛情を注ぎ込みます。やっぱ思いを伝える商売だと僕らは思ってるんで、お客様にもその思いを感じてもらいたい。3代続く豚骨ラーメンは一歩一歩着実に日本の一番に向かっています。
なんとなんとなんと、今夜餃子日本一が決定する。ラーメンと餃子の名店が多い久留米からは満州屋が一番。連日行列また行列。人気の秘密は餃子本来の旨味を生かした昔ながらの屋台の味。伝統の味を引き継ぐのは若き三代目。秘伝のブレンドを施した具はパリッとした薄皮と絶妙のハーモニーを奏でる。名付けて南一軽症餃子。その名の通り日本一となるのか。満州屋が一番。満州屋おーさ、親父とおじいちゃんの店を日本一にするために満州屋から満州が一番炊いて俺たちの継承だらしい。なるほど、それもいいですか。満州屋からここもつけたんだが一番につけたんだよ。45食福岡満州屋が一番。うちの従業員に全部に感謝ですね。もう本当にいいものを作ってくれたんでみんなに感謝します。ありがとうございます。まさに名前を書いて満州屋だったのが満州屋が一番つけたんですから、はい、その通り一番になりました。